皆様ごきげんよう。あけおめ。あ、そうか。そうや、ほんまや。あけおめ。ちなみに、撮影に今回こうちゃんが今回ってて、その4人が集まるのも今年初めてということで。そうですね。はい。あけましょう。おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。お願いします。どうぞよろしく。15日ですけど、新年の挨拶ということで、はい、はい、僕だけしてなかったんでね、まあ、ちなみにね、緊急事態宣言がまた出ちゃいましたね、出ましたね、こういうふうにね、室内ですけども、マスクをちゃんとして、撮影しております。そうですね、はい、まあ、ということで、さあ、土曜日行きましょうか、はい、愛知杯、中京11連。はい、じゃあ早速、僕の愛知杯、こちらになります。本命、まあディアンドル、これはもう我らはディアンドルということで、あ、そうですね、はい、もう絶対にこれは外せないであろうと、本命は本命じゃないんでしょ、心の中いやいやいや、僕の中ではもうバチバチの本命ですからね、もう多分これヤトさん喋れたくてしゃべる大丈夫、ここはもうこうちゃんに任せましょう、顔だけ貸しますから対抗は先手理由を、うん、なんで対抗なんですか、ディアンドル以外は 2000m でしたっけ、アンチャーって、うん、で 2000m がちゃんといい成績残しと馬だけを残して選んだってだけの話です。あ、そうです、黒三角で電光アンジュ、で三角がマジックキャッスルで、もう一個三角がウィーンマイティの、馬連ボックスで、勝負したいと思います。やっぱりディアンドル我がチームのねエースですからね、その通りですよ、この2000ひょっとしたらあるかもしれませんよ、副賞ワイド買ってみたら面白いんじゃないかと思います。日曜日、はい、日経新春杯中京11レース、これは2200円、間違えてますね、2200です、すいません、こちら本命ベロックス川田ジョッキー、はい、前走中日新聞杯でした、これ3着なんですけど、で次叩き 2走目ということで、もうこれはもう確実来るんじゃないかと思ってます。対抗サンレーポケット、これはうん、なんとなく黒三角大和ケグに、内田ジョッキー、内田ジョッキーもう名前で、名前でね、はい、三角、まあアドマイヤビルバ、ここでやっときましたね、ここで、うん、ちょっとねこのレースは勝てないんじゃないかなって思ってます、僕は、うん、昇竜行くぞサトンソルタス、これ三連服流しって書いてますけど、ちょっと馬単でも勝負してみようと思ってます、当てます以上ですか、はい、以上です、はい、次有馬記念金杯、ポルクスステークス、ただいま3連勝中のやつです、日曜日中山メインレース京成杯、僕の予想はこちら、見えますか、本命体操、先週のピクシーナイトもそうだったんですけど、モーリス3区です、で新馬戦も松山ジョッキーが乗って、今回石橋秀ジョッキーなんですけど、まあジョッキーが変わるのはどうかなとは思いつつも、初戦の、内容とインパクトで、本命にしました。あと名前ですね。でまあ2番手以下は正直わからないんですけど、プラチナトレジャー、バイスメテオール、タイムトゥーヘブン、グラティアス、ディクテイター、これもどんぐりの背比べやと思ってます。まああえて順番をつけてこれにしただけで、本命が体操にして、もう相手はもう上位人気ばっかり勝っても仕方がないんで、多分デイクテイターとか、バイスメテオール、プラチナトレジャーあたりはそんなに人気しないと思うんで、で関西馬中心に勝ってます、関西馬ね、はい、やっぱり関東のレースで関西馬っていうのはもう絶対買わないといけないと思ってますんで、本命体操から馬単相手5頭馬単マルチで裏表10点これでいきたいと思います。以上です、今週も当てます、当てましょう、はい、ヤトさん、ディアンドルの追い切りとかっていうのはどうやったんですか。あ、ディアンドルの追い切りですか、ちょっといつもやったら覚えてるけど、ちょっと期待してないんでしょ。今週最後1波論 12.1 っていうことしか覚えてないです1週前で反路馬なり 55.0 39.5 25.0 12.6、 まあまあ本当の馬なりですねこれね、11日の月曜日にも、はい、反路で時計出してまして 60.5 43.3 28.4 14.4 と、でシンバを相手に 0.7 秒追走で 0.1 秒遅れと、で当週、13日水曜日、54.3、あ、同じ立東半路 54.3、38.5、24.2、12.1 馬なりを両区ということで、
まあまあいつも通りの、いつも通りですね、馬なり。ただまあ馬なりでね、最後一波が 12.1 出るのはやっぱり調子はまあまあ悪くはないと思います。調教師のコメントも今回はまあまあ強気だったんで、まあまあいいんじゃないかなと、3着には来てほしいなと思ってね、チームで買いましょうか。そうです、そうですね、はいね、ディアルドル馬券ということで、はい、そういうことで以上で、緊急事態宣言も出ちゃいましたけど、皆さんね、体調には気をつけていただいて、うん、楽しく生きていきましょう。部屋に閉じこもっても、そうですね、競馬はできますと。そうです、そうです、そうです、みんなで予想して楽しく。そうですね。でちょっと最近僕血統を勉強してます。血統が楽しくなってきました、ようやく。今週なんか知らんけど、馬券より血統の方ばっかりずっと見てて、あんまり予想しなかったです。正直今週血統で万馬券を当てたろうやつよね。いやというか知識用が欲しいなと思って、喋れるために、ね、はいはい、と思ってなんか知らんけど、なんか今週はそっちにシフトチェンジしてました。ほんのあと1ヶ月後ぐらいは血統の話がいっぱい出るんちゃうかなという感じですね。全然全然そんな1ヶ月では全然もう無理ですね。絶対言いたがりやから多分覚えたらすぐ言いますから、うん、来週にはもう言うから知ってるとこだけど、そうそう、こう突っ込んだらええとか言うかもしれない。今週も予想していきましたけども、全員が当たるといいですね。本当にそうですね、うん、ね、まあまあなんか今日なんかグダグダな感じですまとまりつかんですね。スパッとね終わりましょうか、はい、そうですよ。じゃあさよなら。お寿司した。急に終わった。